フランツカ・アルメルテンスフランツカ・アルメルテンスは、ドイツの植物学者である、ソウル医学を専門とする、ノルトベストファーレン州のビーレフェルトの出身。ハレ大学で進学と語学を学んだ後、ブレーメンの商業学校で教師を務めた。一方で余可に、植物学を研究し、共通の友人を通じて、植物学者のアルブレヒトビル・ヘルムロートと知り合い、 ロートと共にスカンジナビアなどのヨーロッパ各地の科学調査を行った。これらの調査旅行の成果として、ロートの著書カタレクタボタニカの参巻などで多くの僧類のために随理の記載を行った。また、エアランゲン大学教授のビルヘルム・ダニエル・ヨーゼフ・コフホと共に、ヨハン・クリスト・フレーリングのフローラ・ドイチェランツの第3回定番を出版した。カール・アドルフ・アガード、 ジャンバティスト・ボリド・3番さん、オーギュスタン・ピラミュード・カンドール、アーデルベルト・本ン・シャミスソー・ラ・オークのヨーロッパの植物学者との間に交わされた263通の手紙やスケッチブックが残されており、カーネギー・メロン大学の植物学を専門とするハント図書館に保存されている。ロートによって紫化の俗名、マーテンジアに懸命された。息子のカール・ハインリ・ヒメルテンスは、 ヒョードル・ペトロービチリトケが率いたロシアによる当時のロシア領はアメリカの探検公海に参加した植物学者である。マートは植物の学名で命名者を示す場合にフランツカールメルテンスを示すのに使われる。ありがとうございます。